沢田目は、江戸時代後期の苦行。寺部、大輔、沢良行の子。神は、正二位、三義。沢屋七代、九代当主。一心五死爵、文政四年、十五位下。文政八年、元服して、正五位下武蔵助。天保十年、十四以上民部大輔。海江元年、肖像い。安政二年、十二位。安政五年。 養子、信義と共に、帝神心88強烈3次元に加わり、日米修航通商条約直挙に反対。その後は病弱のため、公職から退いた。母親戦争では、慶応4年2月に、王宇沈武士総督に挙げられ、ついで九条道行の総督就任と共に、副総督となって出陣した。王宇各地を転戦して10月外戦する。明治二年六月。 軍行により、焦天禄二百国を衛星化しされた。同年八月九内県大進むに任ぜられたが、明治三年十一月に退官して、信吉に家督を譲った。明治六年九月、信吉の皇居により、再度家督を継承し、明治十六年九月特使をもって、ジュニーに助せられた。明治十七年七月七日、家族令により死者明治二十二年皇居。 去年78、死に先立って、聖二位に除せられた。後に、沢家は白尺に昇尺する。ありがとうございます。